としても、夢に逃げれば、私はあなたの思い出すらも失うことになる。あなたとの思い出は、幸せなものばかりではありません。時には、思い返すでも、それでもいい。忘れたくないのです。私のために描くものですから、炭はここにあります。
何かし損じたのでしょうか。いえ、今の私に必要なものは新たなおとぎ話ではありません。そういうことでしょ、黒筆さん。ありがとうございます。どれほど辛かったか、あなたはもう忘れてしまったのですか。耐えられる苦痛ならば、あなたは最初から夢に逃げてなどいないのですよ。枯れ木に花を咲かせましょう。枯れ木に花を咲かせましょう。おじいさま、久しぶりだね、かわいいかわいい私の孫。また会えて嬉しいよ。
お会いできて嬉しいです。おじい様。お前がうんと小さな時に死に別れたというのに、まだ覚えていてくれたのだね。ありがとう。人は死したところで終わるわけではない。その思いは形を変えて生き続ける。そんな私の教えも、お前の中で生きているようだね。私は…お前は真面目だね。でもこうして私はここにいるだろう。この美しい花でお前の道を飾っているだろう。だからさあ、もう何も思い悩まずに早く行きなさい。私がこうして守ってやるから。はい、ありがとうございます、おじい様。枯れ木に花を咲かせましょう。女性のくせに姉様の門番なんて気取って生意気だと言ってるの。父さんは随分とあんたを買ってるようだけど、私はそんなの知らないわ。あんまり出過ぎたことをするようならこの家から追い出してやるんだから。こっちよ。
先生。お久しぶりね。お嫁に行っても、あんたのことはずっと気になっていたわ。元気にしているか、潰れていないかって。そんな顔しないな。本当は元気でなくても潰れていても別にいいのよ。もっと大事な戦いが他にあるだろうから。こうして土壇場であがけているだけでも上出来よ。もう行って。あの光を目指せばいいわ。そして命が尽きるまで戦いなさい。一分一秒でも長く生きるのよ。はい。蔵の中で遊んでいた姉様のお友達ってあんただったな。私、女の子だと思ってた。あの姉様が二人きりで会ってるんだから、てっきり。ううん、そんなことどうでもいいわ。あ、それからその堅苦しい話し方ももういいから、まだるっこしいことは無きに聞かせてちょうだい。どうしてあんたうちにいるの？遠くのお家にもらわれて、いきなりいなくなったって聞いたわね。え？性格？いいお家でお勉強して、全部有効だと認められれば、処方としてさらにいいところに作られる。それはよくある話よね。実際あんたはそうなったわけだし。そしてうちに潜り込んで姉様に近づくために、目の前の好奇に乗っかって地球に引っ越すことになったから、ろくに挨拶もできなかったってこと？あんた優秀かもしれないけどバカでしょ。そんな穴だらけの計画にどれほどの勝算があるっていうのよ。確かにこうして成し遂げてるわけだけど、それはすごいわ、認めるわ。それにしたって姉様には縁談があってトントン拍子に進んでたのよ。そんなところにあんたがそっぽり現れたらどうなってたと思う？まあ結局お相手がなくなったので決まってね。私の代わりにあんたが看病してくれるんでしょ。その役譲ってあげる。姉様は？このやりとりは何でしょう。
あれは、鳥？こら！また迷子になっちゃうわよ。あなたは。ええ、そうよ。姉様、やっと会えた。私は大丈夫だって言うのに、みんな姉様のお見舞いをしちゃダメだって言うのよ。ひどいと思わない？あなたのためを思ってのことですよ。賢いあなたのことですから、本当は分かっているのでしょ？それは、だとしたって、何もできないのが嫌で。私、せめてもと思って、毎日お祈りをしているの。姉様が良くなりますようにって。みんなに止められたから一度は諦めたけど、必要なら、お百度参りでも水ごりでもするわ。やめなさい。寒い時期でしょ。あなたの方が体をおかしくしますよ。何よ、姉様が心配かけるからじゃない。水を浴びて風邪をひくなんてのよりずっと深刻なくせに。無駄話はもういいわ。さっさと行って。私が鳥になって道を示すから。わかったわ。ありがとう。ちゃんとついてきてよね。もう、はぐれないで。お願い。姉様は、そう、きっとひどい悪夢を見ているのは、かわいそうに。え？何？隠しの帳目に、すずりに、墨に筆？何？姉様の枕元でお習字でも始めるっていうの？いえ、いいわ。すぐに用意させるから、少し待っていて。あれはもしや、現実の私が病床にて聞いた、扉越しの会話でしょうか。だとすると、一方は妹で、相手の方は。忘れてしまったのですね。幕を下ろすように静かに行けるのなら、ここまで恐れてもおりません。呼吸すらままならない苦しみと臓腑のよじれるような痛み、無力に弱っていくだけの体、死の恐ろしさとは、それでも命尽きるまでは死ねないというところにあるのです。そんなこともわからないから、あなたは目覚めたいなどと愚かなことが言えるのです。
ご無事ですか？間に合ってよかった。あなたは？覚えていてくださったのですね。あなたに病を移し、こんなにも苦しめてしまったのは私だというの。何をおっしゃいます。あなたに罪はありません。病の床でも私に詫びていたと人づてに聞いて、胸が潰れるような思いでした。そのような形でもあなたを苦しめてしまっていたのか。やはり似た者同士ですね。死眼であれ悲眼であれ、あなたとは別の形で出会いたかった。はい、私もそう思います。ですがこの空間での再会もそう悪いものではありません。お嬢様、あなたは私や他の者のことを単純にご自分が作り出した夢幻だと思っていらっしゃるようですが、そんなことはないのです。どういう意味でしょうか？いつかあなたにもわかるでしょう。その寿命が尽きた時、人の魂がどのように肉体から遊離して他人の心に入り込むのか。我々の時間はここまでのようです。どうか後ろを振り向かずにお逃げください。あなたを失う鬼は私が全て切り捨てます。どうかお元気で。ありがとうございます。夢の中で何を見ている？そんなに怯えて何が君を脅かしているんだ？としてもすぐにいなくなる。俺が退治してやる。君の夢の中に入れたら。君を知っている。君は白姫だ。久しぶりだな。
要があるのでしょうか。今さらここまで来て、なんという甘えたこと。それで、この正直者のおじいさんは何を買っていたと思う？わからない。それなら、死にを捕まえて、食った文字を吐いてもらわないとな。死にと言ったって、あの小さな虫じゃない。もっと面白い。君好みのやつだ。そうだな。見た目は大きな金魚。丸々と太っていて、息のいいやつからおっとりしたやつまで、いろんなのがいる。どうした？そんなに怯えて。鬼？花坂じいさんの話に鬼だと？どうしてそんなこと？それは、アダバナ嵐というやつでしっかり見極めろ。そいつの正体を。大丈夫。立ち向かう勇気さえあれば負けはしない。最悪の場合は俺が斬る。それが叶わなくても君だけは助ける。俺のしていることは間違いではないんだろう。医者が言っていた。俺がこうしておとぎ話を読み聞かせたり話しかけたりすることで君の心は救われているはずだと。最近、君の眠りが深くなったおかげで、体への負担も減っていると。ただ、君の妹がこちらの心づもりを知ったら、俺はとんでもなく怒られるだろうな。あの子は、俺が君をこちらの世界に連れ戻すものだと思い込んでいるから。その逆だと知ったら、多分、俺を死神呼ばわりするだろう。それでも俺は、おとぎ話がどれだけ君の心を救うものか知っているから、こんな苦しいだけの鬱屈よりもあちらの世界の方が。これは、届かなくていい。いや、届いてはならないこと。ただ、
どうしても言わずにおれないから、一度だけ言わせてくれ。俺は君が好きなんだ。共に作り上げたものなのですね。幼い頃、約束した通り。本当は君を夢の中にやりたくない。ここに戻ってきてほしい。俺をその目に映してほしい。叶うなら、もっと生きてほしい。それ以外、何もいらない。
俺は。わかるよな。戻ってきたんだ。君に会いたくて。どうすればいいか、必死に考えて、時間をかけて。お帰りなさい。私は戻ってきました。あなただと気づけたから。帰り。